皆さんこんにちは。大相撲春場所3月10日初日、エディオンアリーナ大阪で十両に復帰する元幕内伯桜鵬。元幕内伯桜鵬は27日大阪市内での力士会でちょんまげ姿を初披露。兄弟子の北青鵬が暴力行為で引退し、師匠の元白鵬が降格と物々しい空気もあり話題となっています。今回は伯桜鵬の十両復帰や怪我の真相、北青鵬との関係などについて紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。十両に復帰する元幕内伯桜鵬は27日力士会でちょんまげ姿を初披露し、稽古でもいちいち髪を直さなくていい、より集中できたと言い、小さいまげを愛おしそうに撫でながら、ようやく一人前になれた、テレビでずっと見てきたお相撲さんらしくなったと頬を緩めていました。そして十両以上の関取衆で構成される力士会では、幕内飛猿から額を指では軸角界独特のコンパチの祝福も受けたといいます。また兄弟子の元幕内北青鵬が暴力行為で引退し、監督責任を問われた宮城の親方、元横綱白鵬も師匠の立場を外され、今場所は同じ伊勢ヶ浜一門で大島部屋付きの玉垣親方、元小結友の花が師匠代行を務めることがこの日日本相撲協会から発表されました。物々しい空気の中で初日が近づきますが、伯桜鵬は僕はやることをやるだけ頑張りますと表情を引き締めていました。一方新入幕の初場所で11勝を挙げ、西前頭15枚目から5枚目まで大出世を遂げた大の里二所ノ関は今場所もザンバラ髪のままで臨みます。デビュー前の1年前は丸刈りで大阪に来たので感慨深い、勝ちこそうが負けこそうが何事も経験だと思うと意気込んだ様子でした。伯桜鵬は鳥取城北校出身で、相撲強豪校の鳥取城北2、3年時に高校横綱に輝き、学生社会人関係なく相撲日本一を決める全日本選手権では8位、高校卒業後はすぐに入門せず肩の手術を優先し実業団を選択。そこでも実業団横綱に輝き、幕下15枚目格付け出しで初場所に初土俵、スピード出世で新入幕の名古屋場所はザンバラ髪で優勝争いを演じました。左肩負傷により2場所全休して幕下に落ちましたが、1場所で関取に返り咲き、今年から元横綱白鵬を率いる宮城の部屋に入門しています。1月場所は幕下で全勝優勝して新十両昇進、幕下付け出しで入門した力士が所要1場所で十両昇進は史上初の快挙。さらに十両も2場所で通過、新入幕の名古屋場所は輝きを寄り切って2連勝とし、テレビ解説を務めた舞の海氏も相撲がうまい、優勝争いに絡んでくる可能性は十分にあると感心しきりの様子でした。まさに令和の怪物の名に恥じない相撲ぶりです。しかし試練はここからで、角界 OB は伯桜鵬の相撲技術はベテラン並みと前置きし、組んでよし離れてよし、4つ相撲も押し相撲もいけるし、得意の左4つになれなかったら2の矢3の矢と次々に仕掛ける引き出しの多さも驚異的です。ただし大相撲は決してうまいイコール強いではない。伯桜鵬は幕内でも最初は通用するだろうが、慣れられるとどうか。彼の唯一にして最大の欠点がパワー不足です。特に立ち合いのあたりはお世辞にも強いとは言えず、現状は波以下と言わざるを得ない。これでは常に立ち合いで先手を取られ続けてしまう。こうした上手いだけの力士は上位陣にとってはさほど怖い相手ではない。同じ新入幕で当たりが強烈な豪の山の方がよほど怖いですよと語っていました。その豪の山には不覚を取ったばかり、先場所は十両で14勝1敗の優勝同点、優勝は豪の山でした。このことを踏まえ前出の OB は本割と決定戦で2度も負けていますからね。優勝決定戦はそれこそ立ち合いからの電車道、明らかにパワー負けだった。伯桜鵬の今後の課題は1も2もなく、パワーをつけること、特に立ち合いの当たりを強くする必要があると今後の課題について語っていました。そんな伯桜鵬は西前頭9枚目と番付を上げて迎える秋場所を全休していました。全休の理由については、亜脱臼していた左肩の手術を受け、年内の復帰は難しいと判断があったからだと言います。伯桜鵬は正直肩の状態は限界だった、相撲を取るのがすごく好きだけどどうしても回復しなくてと、目先の地位と無限に広がる未来を天秤にかけ、幕内にいることが目標じゃない、自分の夢を叶えるため
最善の選択をしようと思った。焦る気持ちはないと師匠に手術の決断を申し出たといいます。幕下15枚目格付け出しで初場所に初土俵を踏み、全勝優勝で新十両昇進を決め、そして2場所で十両を通過。そんな中で5月に左肩を痛め、新入幕の名古屋場所はテーピングで厳重に固めての15日間、千秋楽まで優勝争いに絡んで11勝を挙げ、敢闘賞と技能賞に輝いていました。しかし場所後の夏巡業は全休、スピード出世に左肩が耐えられなかったのでしょうか。この日の朝稽古後、手術と秋場所全休を明かした宮城の親方は、リハビリを続けてきたが良くならなかった、残念ですけど万全で戻った時に応援してもらえるようにと語った上で、私も2005年に足首を怪我したけど、そこから番付を駆け上がっていった、怪我の功名という言葉もあるので、と愛弟子へエールを送っていました。伯桜鵬は左肩につった状態で東京都墨田区の部屋の上がり座敷でダンベルやゴムチューブを使ってトレーニングしていたそうです。また彼も半年後の姿を想像して前を向いている。年内の休場は覚悟しているが、入門前に右肩で同じ手術を経験、不安はないと話していました。そんな伯桜鵬には兄弟子の元幕内北青鵬がいましたが、北青鵬は後輩力士に暴力行為を繰り返し引退することになりました。そのようなことから伯桜鵬の怪我は兄弟子の北青鵬からの暴力だったのではないかという噂がありました。日本相撲協会が23日に北青鵬の暴力行為の2人の後輩力士に対し、殴る、突き飛ばすなどを繰り返していただけでなく、睾丸への平手打ち、指に瞬間接着剤を塗る、殺虫剤スプレーに火をつけて近づけるなど陰湿でおぞましいものがあったことを明らかにしました。本人は深く反省し、二度と繰り返さない旨を誓約、いかなる処分も受け入れるとしながら、当初相撲を続けることを希望していたといいます。しかし被害を受けた2人の後輩力士をはじめ、他の力士らの多くも北青鵬に反省の態度が認められず、宮城の部屋に残ることになれば必ず暴行を繰り返すと供述、部屋への復帰を拒絶したということで引退勧告、自ら提出した引退届の受理に至りました。合わせて元横綱白鵬の宮城の親方も監督責任を問われ、2階級降格、 20% 3ヶ月の報酬減額の懲戒処分となっています。北青鵬はモンゴルで生まれ、5歳から札幌市東区で育った22歳、2020年3月の春場所の初土俵以来、2メートル超えの長身を生かし、相手の肩口越しに上手を取るなど、時に強引とも見られる取り口ながら、2021年9月の秋場所で新十両、2023年3月の春場所で新入幕となるなど、順調に番付を上げてきました。すでに幕内在位も6場所の期待の若手でしたが、まさかの引退、札幌時代の恩師などからは、驚き、嘆き、惜しむ声と同時に、相撲部屋、協会の体質改善などを求める声が上がりました。化粧回しを送るなどしていた後援企業の鶴島浩二さんは、引退勧告発覚時の取材で、北海道後援会の会長でもあり、中学生の頃からサポートしていましたが、彼は非常に残念、優しく、暴力を振るう子ではないと思っていました。去年12月、関係者から暴力の噂は少し耳にしており、親方と話した時には本人は反省していました。その時に処分は仕方ないと話していました。この件を受けて母親は東京へ、ショックで泣いていたそうで、すぐに引退届を出すと思います。落ち着いたら話しますが、一日も早く立ち直って頑張ってほしいですという内容を語っていました。また札幌相撲連盟の副会長大内元樹さんは、小学校1年生で白鵬と出会い、呼び名は本名のアリューナーダワーニンジからニンジ、当初はもやしっこで弱く、いつも泣きべそで、4年生から力強くなり、毎年優勝、中学高校と鳥取に相撲留学、悪い上下関係の日常に染まったのかもしれません。そのまま大相撲でも番付を上げ、すぐ関取10両以上になってしまいました。部活の延長のまま、皆にチヤホヤされて勘違いしたのでしょう。でも根は優しい子なんですよ。わんぱく相撲の大会に出る子供たちに熱心に指導をする様子も見ていました。かといって暴力は絶対いけないし、本人が悪い、でも親方がいるんだし、もう少し心のケアをできたんじゃないかと、しっかり成長を見守ってほしかったです。先日中学3年生の他の部屋の体験入門も付き合いましたけど、
宮城野部屋とは雰囲気が違っていて、稽古場は厳しかったけど、その後は普通に家族的でした、と北青鵬との過去を振り返りながら語っていました。将来を嘱望されていた22歳の大輝のあまりにも早すぎる断髪に、大内さんは最後に、部屋の経営も相撲協会も全てオープンにして、普段からどういう教育を、どういう生活を送ってるのか、全てわかるような形にしてくれると、いじめとか暴力とかなくなるのではないでしょうか。こんな悲しいことは二度と起こしてほしくない、と処分だけでなく相撲界全体の体質改善を強く訴えました。また理事会後に配布された文章に記されていた、北青鵬からの暴力被害者はほうきの柄または回しで作った棒で臀部を打つ暴行、殺虫剤スプレーに点火してバーナー状にした炎を、被害を受けた A や B の体に近づける暴行などがあったようで、後輩力士の A と B とされています。この被害力士2人が誰なのか、情報を探しましたが確実な情報は見つかりませんでした。宮城野部屋には北青鵬以外に18人の力士がいるようで、その中で北青鵬よりも年下なのは8人でした。入門時期についてはホームページでは記されていなかったので、北青鵬よりも年上だけど入門が遅くて後輩になる力士もいるかもしれません。力士 A と B は特定できませんでしたが、1年以上の暴力といじめ被害に遭い続けたと思うと、宮城野部屋のどの力士の顔画像を見ても胸が痛みます。今回調査対象となったのは後輩力士2人でしたが、それ以外にも兄弟子も含めた複数の力士にも暴力を振るったとも言われています。相撲界ではたとえ番付が自分より下でも兄弟子は敬わなければならないという常識があります。それでも兄弟子に対しても横暴な態度であったそうです。このことから白鸚鵬の兄弟子である北青鵬は横暴な態度だったことが分かり、白鸚鵬の怪我は北青鵬からの暴力だと言われているようです。引退届提出で北青鵬の引退が確実となった今、世間では最初はまだ若いし大輝なので数場所の出場停止ぐらいでと思ったけど、諸行を聞けば聞くほど重い処分もやむを得ないかなという感じになった。協会にとっても金の卵を失うことになる。こんなことになる前にもう少し何とかできなかったのか。弟子として現役時代から甘やかしてきた白鵬の責任は大きいだろう。本人は大人だから自業自得でしかない。しかし親族はかわいそう。引退は良いけどどうするんだろうな。相撲協会で何かに使ってやらないと、反グレ風情になり下がり周りに迷惑をかけそうだな。素直に反省していますと話していた。素直ってのは自分から言うものではない、周りから評価されるもの。僕は素直ですって自称するやつ一番信用できない。引退するにしてもよからぬ道に向かわなければいいけど、プロレスあたりからお誘いあるでしょう、もったいないなどの声が上がっていました。単純にもったいないという意見。恵まれた体格で相撲界で期待されていただけに、それを棒に振って本当にもったいないのは間違いありません。転身するならプロレス界に、という意見も目立ちました。北青鵬を心から応援していたであろう北海道にいる家族の気持ちを思うと、ただただ胸が痛みますね。いかがでしたでしょうか。今回は白鸚鵬の重量復帰や怪我の真相、北青鵬との関係などについて紹介していきました。今後の白鸚鵬の活躍に期待ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。